私の名前はパニコ、27歳の専業主婦です。職場で知り合った夫の陽平と1年の交際を経て結婚しました。バツイチだった陽平は、今度は絶対に失敗しないと再婚に対しても慎重な感じで、私自身も過去にいろいろと会った人の方が奥さんの気持ちもわかるからいいのかなって前向きだったんです。そして私たちは結婚を機に、陽平の母、つまり私にとっては義母との同居生活がスタート。田舎で一人寂しく暮らしていると前々から陽平には聞かされていましたし、それに何度かお会いしたけど義母は心優しい人というのが印象でした。だから同居してもきっとうまくいく、私はそう思っていたんです。しかし、なんか今日は朝から鼻水と咳が止まらないなって思ったら、これ見てよ。なあパニコ、お前も見ろよ、ここの襖のホコリ。ダメだって言っただろ、母さんはホコリアレルギーなんだから。ああ、ごめん、昨日もきちんと雑巾で拭いたつもりだったんだけど。雑巾で拭いたっていうなら、どうして私の体がこんなにも反応するのよ。アクション。すみませんお母さん、これからは気をつけます。そうだぞパニコ、お前は専業主婦なんだから、家事炊事は抜かりなくやらなきゃ。ごめん、気をつけるね。ああ、今回も飛んだババを引いたって感じね。ああ、やだやだ。え、今飛んだババを引いたって言った？何よそれ、めっちゃ感じ悪いじゃん。同居を始めてから1週間が経過した頃から態度が厳しくなっていった陽平と義母。まあ私も全てを完璧にこなせているわけじゃないから、言われても仕方がない部分もあるんですけどね。でもね、なんていうのか、あまりにも理不尽なことが多いなって思うようになったんです。つい最近も。私はいつになったら孫の顔が見られるのかしら。お友達のところはもう2人目だ3人目だって盛り上がってるのに。ごめんなさい、子供のことは陽平といろいろ考えてますよ。私も早くお母さんにいい報告ができたらいいなって思ってるんですけど。なんかこんなこと言っちゃ悪いけど、パニコさんってちゃんと出産できるのかしらって思っちゃうのよね。それは大丈夫だと思いますよ。前に産婦人科に行った時にいろいろ検査してもらったことがあって、どこも異常なかったですし。だといいけど。まあ私だってお友達との付き合いがあるんだから、嫁ならそういうことも考えてよね。はあ、私は心の中で、私だって早く我が子の顔が見たいよ、だけどそんなの望んですぐに授かるものじゃないだろうと愚痴っていました。まあこんなこと言葉に出せるわけもないですけどね。その日の夜、私は昼間のお母さんとのやりとりを陽平に報告しました。そんなわけで今日お母さんからこんなことを言われたの。それでね、私もどうしていいかわからなくなったんだよね。別にそんなの気にすることじゃねえだろ、スルーしときゃいいんだよ。まあそりゃそうだけどさ、お母さんもお友達との付き合いとかそういうこともあるんだってさ。ああ分かったよ、母さんに言っといてやるから安心しな。子供のことに関してはパニコが悩むことじゃないからな。うん、陽平ありがとう。昼間の出来事を陽平に話すべきか悩みましたが、相談して正解だったとその時は思いました。私の心も晴れたし、何より陽平が私を理解してくれている、そう感じたからです。しかしやっぱり陽平に相談したのが間違いだったと思い知ることに。それは陽平が仕事に行った後、義母と二人で家にいた時のことです。義母の部屋から何やら話し声が聞こえてきて、最初は誰かと電話をしてるのかなって思ったのですが、こっそり義母の部屋を覗いてみると、あー、よくも告げ口してくれたわね、あの出来損ないのダメ嫁め。わら人形に話しかけてる。あの女、次余計なこと告げ口したらこうしてやる。私は自分の目と耳を疑いました。わら人形を左手で握り、痛めつけながら呪文を唱えるかのように私の愚痴を言い続けていたのは、紛れもなく私の義母だったからです。それからというもの、私は義母からパニコさんと名前を呼ばれるたびに、ひえーと返事をしてしまったり、頼まれ事をされるたびに承知いたしましたと敬礼してしまうといった意味不明な言動を取るようになってしまったんです。
さすがの傭兵もその私の不自然な言動に苛立ちを隠せなくなったようで。おいパニコ、いい加減にしろよな。最近のお前はちょっとどころかかなりおかしいぞ。ごめん、やっぱり私おかしいよね。でもお母さんが藁人形を握ってただなんて口が裂けても言えない。この子、うちの嫁として本当にふさわしかったのかしら。なんか昼間も一人で掃除をしながらブツブツ小言を言ってたり、様子がおかしいのよ。おいおい、そりゃあんたが原因だよ。そっくりそのまま今の言葉をお返ししますよ。すみません、自分では気がつかないで無意識に独り言言ってたのかもしれないです。気をつけますね。ほんとしっかりしてくれよな。俺だって仕事で疲れてんだからよ。私はあの日以来、義母と二人で家にいるのが怖くなり、買い物だクリーニングだと言い外出するようにしました。それでもやっぱり義母といるのが怖くて、わざと洗濯機が壊れたと嘘をついてコインランドリーに行ってみたり、買い忘れたものがあると何度も買い物に出かけたりと、家にいる時間を極力減らすようにしたんです。義母と離れれば少しは自分の心は落ち着くことができたのですが、問題は義母のホコリアレルギー。夕方から夜間にかけて咳き込むことが多くって。どうしてあそこにもここにもホコリが落ちてるのよ。一体パニコさんは昼間何してるのよ、と怒り出す始末。義母が怒ると連動するかのように傭兵が怒り出します。おいパニコ、何度言ったらわかるんだ。家の中はホコリ一つないように掃除しておけと言っただろう。ごめん。なんだかんだ理由をつけて昼間も外出しっぱなしだそうじゃないか。一体どこで遊んでんだ。調子に乗るなよ。そう怒鳴りつけると同時に、食器棚にあった食器を床に投げつける傭兵。家中が割れた食器で散乱しています。私がやめてと言っても、一度怒り出すと自分のことをセーブできない傭兵は棚にある食器がなくなるまで投げまくっています。義母もそんな傭兵を止めるどころかニヤニヤした顔で見ているの。私、前に義母から飛んだババを引いたと言われたことがあったけど、実際にババを引いてしまったのは私なんじゃないかなと思ってしまいました。しかしこんな最悪な状況の中、とうとう私の妊娠が発覚。相変わらず昼間二人になると義母は、ああこの間いい報告ができるように頑張りますだとかなんとか言ってたくせに、まだパニコさんのところにコウノトリは来ないんですか。すみません。まあね、私も正直期待とかしてないから。どういうことですか。だって傭兵にはもっとふさわしいお相手がいるんじゃないかって思ってね。掃除も炊事もしっかり完璧にやってくれる人、それに私のことを本当の母親のように慕ってくれる人がこの世のどこかにいると思うのよ。そうかもしれませんね。すみません、私なんかが傭兵さんの妻になってしまって。いいのよいいのよ、そのうち出て行ってくれれば何の問題もないから。できることなら私だって一刻も早くこの家から出て行きたい。私はそのくらい精神的に追い込まれていってしまいました。でも妊娠したことを話したら、傭兵はもちろんお母さんだって心から喜んでくれて、家族みんなで仲良く暮らせるかもしれない、そんな希望を抱いていました。だから私はその日の夜、まずは傭兵に報告することに。ねえ傭兵、ちょっと報告したいことがあるんだけど。何？俺今日は疲れてるから早めにしてくれる？実はね、少し前から体調が悪いなって思ってて病院に行ってみたの。そしたら私妊娠してたみたい。傭兵がどんな反応してくれるのか楽しみで仕方がなかった私。泣いて喜ぶか、それともやったーと叫ぶのか、とどちらかだろうなって思っていました。しかしねえ、それっていつ病院に行ったの？いつって先週だけど、それがどうかした？なんで今報告するの？普通報告連絡相談っていうのはタイムリーにするもんなんだよ。お前なんか隠してるな。どうしてそんな大事な知らせすぐ俺に言わないんだよ。ふざけんなよ。またしても切れた傭兵は部屋のものを投げ始めました。そしてさらには、危ない、痛い、痛。なんと傭兵が壁に向かって投げた写真立てが壁で跳ね返って私の顔面に直撃。私の右頬は赤く腫れ上がってしまったのです。
それでも傭兵は私に謝ることもなくふてくされて就寝。散らかった部屋の片付けをしながら、私は何のためにこの人と結婚したんだろうと一晩中泣きました。翌日、何事もなかったかのように威張り腐る傭兵。信じられない。腫れ上がった私の顔を見ても平気でいるなんて。私はもう我慢の限界でした。どうしよう。傭兵が仕事に出かけてからぼーっと考えていると思いついたんです。ふと思い出したこと、それは近所にある有名な縁切り神社、そこに行ってみようって思ったんです。縁切りしにね。義実家と旦那と縁が切れますように、旦那と離れてお腹のことを幸せに暮らせますように。気がつくと私は涙を流しながら手を合わせていました。その後、急いで買い物を済ませ自宅に戻ります。神社で手を合わせたからといっていつもと変わらない日常なのは分かっていましたが、それでも私は少しだけ心がすっきりしていたのは確かです。なんだか言葉に出して言ってみたら気持ちも軽くなったのよね。しかしその日の夜のこと、信じられないことが起こりました。ただいま。今日は朝から災難続きで参ったよ。電車で足を踏まれて転ぶし、うたた寝しちゃって降りる駅間違えるし、会社に着いたらエレベーター故障中でさ、おかげで12階まで階段で上り下りすることになったんだぜ。そうなの？しかも今日に限って段ボールの書類運べって上司に言われてさ、手にも足にも豆ができるわ。もう膝もガクガクだよ。あらまあ。私も実は今日買ったばかりのお財布とバッグ落としちゃったんだけど、落としたところに水たまりがあってね、もうびしょびしょよ。それにヒールのかかとが折れちゃって転んで足くじいちゃったし、もう最悪よ。そんなことが。なんなの急に。縁切り神社に行った後からこんなにも二人に災難が降りかかっているだなんて、もしかしてご利益があったのかしら。おいパニコ、聞いてんのか。もう言ってば。話はちゃんと聞いてたよ。なんだか大変だったみたいね。ほんとパニコさんは気楽でいいわよね。だな、ほんとに参ったぜ。明日は少し早めに家を出て余裕を持って出勤しなきゃな。私もいろいろ気をつけなきゃ。なんだか災難続きだった傭兵と義母はいつもと変わらない日常のはずなのに、かなり参っちゃってるように見えました。なんだかちょっといい気味。日頃の行いが悪いからきっと災いが降りかかったんだわ。私は内心そんなことを考えながらも二人の話を真剣に聞くふりをしていました。でも驚くのはまだ早かったの。なんと翌日も。ちょっと傭兵、どうしたのその包帯は。いや、今日はいつもより少し早く家を出たまではよかったんだけど、公園にいた野良犬に追いかけられて、で転んで怪我しちゃってさ、逃げる途中でスマホ落として画面割れちゃうし、大事な書類破けちゃうし。うわー、それは災難だったね。大丈夫？大丈夫じゃねえよ。そのせいで会社も遅刻する羽目になって、転んだ時にスーツも破れたみたいで、商談中にパンツもはみ出しちゃったんだよ。しかも今日に限って勝負の赤パンだったんだぜ。先方もドン引きだったわ。笑いたいけど笑えないのが苦しい。そうだったんだ。あれ、母さんはまだ帰ってきてないの？うん、今日はお友達と食事してくるって言って出かけていったよ。じゃ、母さんが帰ってくるまでにもう一度部屋の整理整頓しておけよ。襖のほこりとか大丈夫なんだろうな。今日は昼間にバッチリ掃除したよ。どんなに災難続きでも義母を思うところはさすがだなって思います。そんなことより自分の怪我を心配した方がいいのに。そんなことを思っていると義母が帰宅。ただいま。私もうダメ。母さん、一体どうしたの？お母さん大丈夫ですか？食後に熱いお茶を飲もうと思ってドリンクバーに行ったんだけど、ちょっと手が滑ってお茶をひっくり返したの。大丈夫ですか？熱って急に手を離しちゃったからそのお茶落としちゃってね。危ないって思ってひょいっとのけぞったら、後ろでコーラ持った人にぶつかっちゃって、その人のコーラ私頭からかぶっちゃってね。あら、まあ
おまけにもう帰ろうと思ってお財布開けたら、お札が一枚も入ってなくて、友達に頭下げてお金貸してもらったのよ。恥ずかしいったらありゃしない。え、どうなってんだよ。俺も母さんも災難しかないじゃねえか。まさかお前、パニコが俺たちのことを貶めてるんじゃねえだろうな。え、私何もしてないよ。パニコから妊娠を報告されてから俺たちに災難が続いてる。に、妊娠？妊娠したの？まさか、そのお腹のことパニコさんが私たちに言わざわいを？そんなわけないじゃないですか。なんだか知らない間に私とお腹の子供が二人に災難を引き起こしてるって話になってるんですけど、私はただ有名な縁切り神社で手を合わせてきただけじゃーい。あれあれ？でもこれはもしかして大チャンスか？じゃあそこまで言うなら嘘も方便だから、私は二人にこう言ってやったんです。そういえば私、この前とーっても有名で当たるって占い師さんのところに行ったら、すごく気になること言われたかも。それが二人の災難と関係あるかはわからないけどね。なんだよ気になることって。なんかね、私と一緒にいると旦那と義母に不幸が続くって。それでね、嘘でしょって思って、そんなことないですよって言ったんだけど、明日以降で災難が続くから見てなさいって言われたの。ちょっとその占い師の言ってること当たってるじゃないの。確かにそうかもしれないね。それでね、いつまで続くのか、それとどうしたらいいのかって聞いたんだけど、離れるしか解決方法はないって言われたの。離れるって。あー、これはやっと分かってくれたかな。あと一押しだな。そうそう、それでね、子供に対するお金の責任を人よりも多くきっちり責任取ってあげないと、それは離れたことにはならないって。意味がよくわからないわよね。わかるわ、私にはわかるわ。ちょっと考えさせてくれ。とにかく俺も母さんも自分の安全が第一なんだ。だからパニコも自分とお腹の子供のことを一番に考えてくれ。そうだよね。そう話し合った翌日、なんとすまないパニコ、俺はお前と一緒には暮らしていけない。離婚してほしい。これまでの慰謝料と養育費、一括でこれでいいだろ。3000万円？でも。いいの、受け取ってちょうだいパニコさん。それにこの家もあなたに譲るから、私と傭兵は出ていくから、大丈夫だから。はや、すっごい行動力じゃん。なんか面白くなってきちゃった私、わざとこんなことを言ってみました。いや、私まだ傭兵とお母さんと一緒にいたい。もう勘弁して。パニコさん、今まで私に掃除ばっかりさせられて大変だったでしょ。だからね、もういいのよ、もう自由になれるのよ。でもお金。金か、金なら出すよ、出す。この金だってあちこちから無理して借金して作ったんだけどさ、まだ借金できるから。いいだろうパニコ、金足りないようだったらまだ払うから。だからこれ以上俺たちには近寄らないでくれ。どうしようかな。私、あなたたちのためにまだまだこれから尽くし。頼むよ、もう俺出ていくから。じゃあな、追ってくるなよ。来るなよ。傭兵、待ちなさい、置いてかないで。パニコさん、さよなら。お母さん、いい、行くな。そう言うと、傭兵と義母は荷物をまとめてさっさと家を出て行きました。二人が完全に出て行った後、私は心からのガッツポーズ、よっしゃーってね。あの有名な縁切り神社に行ったおかげで、こんなにも早くドキュン親子から離れられるんなら、もっと早く参拝しておけばよかったな。その後、私は元気な女の子パニミを出産。もちろん後日、あの神社にお礼に行きましたよ、パニミを連れてね。傭兵と義母はあの後借金区からボロアパートでその日暮らしらしいんですけど、私に関わろうとは一切してきません。相当私が怖いんでしょうね。ま、せいぜい針のむしろの生活で頑張ってって感じです。シングルマザーになってしまいましたが、お金の心配もないし、私はこれから目の前にいる可愛い娘を大切に大切に育てていきます。ご視聴ありがとうございます。
次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。